こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サラトガームール好スタート、綺麗なスタートを切りました。カワッチシュール前に行きそうです。プリマデプティそれに続いています。さらにはサラトガームール14番キャプテンシュペールその後ろ、前に戻りましょう。カワッチシュール先手を取りました。アルファベットスープすぐ後ろ、すぐ後ろにダッシュレーブ、その外からキャプテンシュペール、内からはジェントルメン、その隣にプリマデプティ、その外にヘルスアクト、チェロキーラン、そのうちに続いています。その後ろにデルタトルネード、その外からインバーカントリー、緑の帽子サンセットエーデン、その後ろ最後方にファイブヒーロー、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差しかかりました。この辺りで先頭が変わりました。サラトガームールサイフォンほとんど差がありません。3番手にカワッチシュール絶好の手応え、カワッチシュール B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサイフォン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってジェントルメン、ジェントルメン先頭、サイフォン追いすがります。ジェントルメン、ジェントルメン1着、2着にはどうやらサイフォン、勝ったのはジェントルメン、見事な勝利です。こちら浦和競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い何が行くんでしょうか。丸仏世界王前に行きそうです。丸仏世界王競りかけていきました。その外から東進イーグル、その外にサリウスキー、親部エース、そのうちに続いています。その外にチアズアトム、緑の帽子富士のポルンガ、その後ろ、すぐ後ろにモリユープリンス、さらには笹の小判、しんがりから山の成功、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、先手を取ったのはブルーファミリー、少し開いて東進イーグル、すぐ後ろにアナセール、オレンジの帽子サリウスキー、その後ろ好位置をキープしていますアブクマポーロ、この辺りで各馬第一コーナーにかかります。では前の方からブルーファミリー先手を取りました。すぐ後ろに東進イーグル、アナセール、すぐ後ろ並んで9番サリウスキー、富士のポルンガ、すぐ後ろ、これに続くのが親部エースアブクマポーロ、この位置です。オレンジの帽子チアズアトム、その後ろ、これに続いて笹の小判、各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。丸仏世界王2番手はアナセール、富士のポルンガ、3番手アブクマポーロ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。残り 100m、 アブクマポーロ抜けた。2番手はモリユープリンス、アブクマポーロ1着、アブクマポーロ完勝、アブクマポーロ1着、2着はモリユープリンス、勝ったのはアブクマポーロ。Thank you.
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はバブルガムフェロー、バブルガムフェロー先頭、残り 100m バブルガムフェロー先頭、2番手はロイヤルタッチ、バブルガムフェロー1着、バブルガムフェロー完勝、バブルガムフェロー1着、2着はマイネルタレント、バブルガムフェロー見事1番人気に応えました。さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのは河内サタデー。あと 200m 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m これは強い。2番手は岸ナタリー、河内サタデー、この馬で決まりか。河内サタデー今ゴールイン、段違いの強さです。河内サタデー1着、2着は光星アレディ、これは物が違う。河内サタデー今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠のリトルアクション、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アワッド、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。加熱クロス前に行きそうです。アワッド、それに続いています。さらにはムッシュシェクル、15番難度、その後ろでは前の方から加熱クロス先手を取りました。その外にムッシュシェクル、その外からサクラローレル、すぐ後ろにマーベラスクラウン、並んで4番レガシーワールド、エルナンド、この馬もこのグループ、すぐ隣にナンド、シアマゾン、後ろからになりました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のシアマゾン、現在馬群の中ほどにつけています。サクラローレル前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から先手を取ったのはムッシュシェクル、すぐ後ろに加熱クロス、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から先手を取ったのはムッシュシェクル、さらには加熱クロス、その後ろにサンドピット、その隣にデュークコロネット、その横にサクラローレル、マーベラスクラウン、この馬もこのグループ、すぐ隣にエルナンド、その横にレガシーワールド、各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として8番ムッシュシェクル、加熱クロス、ほとんど差がありません。サンドピット3番手、大外からピンクの帽子シアマゾン、伸びてきた。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はサクラローレル、シアマゾン先頭、2番手はサクラローレル、追いすがる、やはりシアマゾン先頭だ。あと 200m シアマゾン先頭だ。残り 100m シアマゾン先頭、2番手はサクラローレル、シアマゾン今ゴールイン、段違いの強さです。シアマゾン1着、2着はサクラローレル、これが最強女王だ。シアマゾン、
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はエイシンワシントン、残り 200m、 先頭は河内シェル、エイシンワシントン必死に追いすがります。ヤマリンパラダイス追いすがります。先頭は河内シェル1着でゴールイン。河内シェル1着、2着にはどうやらヤマリンパラダイス。河内シェル見事1番人気に応えました。